先生。うん、どうしたやつ、何かあったのか。いえ、そういうわけで。で、どうかなさったのですか。質問に質問で返すな。ただの寝不足だ。お前は平気か。平気ですけれど。お酒のせいかしら。相当飲んでいたようだし。私はお酒は飲んでいませんし、若いですから。そうかよ。そりゃ俺と比べたらお前は相当若いだろうがな。それで俺を呼び止めた理由は何だ。ああ、いえ、特に用があったわけではありません。すっかり春らしくなってきたな。そうですね、ポカポカしていて気持ちがいいです。春だからってまた授業中に船漕ぐんじゃねえぞ。それはもう忘れてください。まあもうしないように気をつけるけれど、でも確かに随分春らしくなってきたわ。早く百年桜を見つけないと。でも清涼院の敷地の中にはあるのよね。仕方がない、桜が多い場所をもう一度探し直すか。この春に清涼院を出ていくやつも多い。お前は卒業について考えてはいないのか。え？お前は主としてしっかりと成績は残している。独り立ちしてもいい頃じゃねえのか。卒業できるものならしたいけれど、まだ卒業条件を満たしていないもの。まだ進路がはっきりと決まっていないのです。ですが就職したいと思っています。その進路が決まればすぐにでも卒業をと考えてはいますけれど。そうか、だったら俺たちもそのうち区切りをつけねえとな。区切り？ああ、日下先生、すみません。急な来客があったので、至急会議室までお越しいただけませんか。ん？ああ、わかった。すぐに行く。それじゃあな、やつ。区切りって何？今の関係にってこと？もしかして私が卒業するなら恋人としての関係を終わらせようってこと？どうして？いつまでも教師と生徒として一緒にいられるわけではないけれど、恋人の関係はずっとそのままだと思っていたのに。まだちゃんと話を聞いたわけじゃないけれど、でも。こんな時間に来て悪かったな。昼間話が途中だったから。
おい、お前なんて顔しているんだ。え、あ、どうしよう。圭一さんの口からそんな言葉は聞きたくないわ。圭一さんは私との関係を終わらせたいと考えてるのですか？は？お前何を言って。私が卒業したいと言ったら区切りをつけようとおっしゃったではないですか。それは恋人の関係を改めるということですか？私が清涼院を出たらもう今までみたいに会えなくなるから、だから別れるって。はあ、お前何を言ってんだ。俺がいつそんなことを言った。勘違いしてるんじゃねえよ。バーカ、どうやったらそんな勘違いができるんだよ。区切りをつけたいって言ったのはそういう意味じゃねえよ。確かにお前が卒業しちまったら今までのようには会えなくなる。だからお前が卒業したら俺と一緒になってほしい。花びら、でもどこから。
から。妙な夢。嘘。つい先日までつぼみも何もなかったのに、これが百年桜？正解。ようやく見つけたか。気がつかなかった。私が来る前からいたのかしら。ではこれが百年桜なのですね。でも先日までつぼみも何もなかったのに。ああそうだ、百年桜は夜に咲いて明け方にはパッと散ってしまう。ええ、でしたら早く皆さんを呼んでこないと。栗原先生ありがとうございます。本当にすごいな。まさかこの大木が百年桜だったとはね。これだけ大きな桜は今まで目にしたことがないな。百年に一度しか咲かないなんて本当に不思議だけれど。私もこんなに立派な桜を見るのは初めてです。私も本当に百年桜を見ることができるなんて感激だよ。しかもこうして君と一緒に眺められるってすごく幸せ。今がちょうど満開みてえだし、桜の精霊が出てきてくれるんじゃねえか。やつせ、早速やってみようぜ。そうですね。お願いします。西島院長の言葉を西島院長の声で日下先生に届けてください。何も起きない。やっぱ精霊は目に見えねえよな。日下先生に直接確かめねえと願いが叶ったかどうかわからねえか。やっぱりそうなのかしら。そうだ、いつかまたみんなでここに来ねえか。確か先人はもうすぐ卒業なんだろ。俺もさ、そろそろ卒業を考えているんだ。だから毎年桜の咲く時期に花見と同窓会を兼ねてここで集まるっていうのはどうだ。同窓会ねえ。磯部さん？卒業しちゃうの？あれ？話してなかったか？ふーん。それじゃこの春ここを巣立っていくのは結構多いみたいだね。そういう俺も卒業の伺いを立てているところなんだ。え、阿佐ヶ谷さんもですか？うん、大学へ進学しようと思っているんだ。前から学びたいことがあったからね。大学、それはなんだかとても意外。だったらもうすぐみんないなくなっちゃうってこと？そんなの嫌だよ。みんないなくなってしま
いいですね、お花見。そうしましょう。来年も再来年もその先もみんなでここに集まりましょう。みんなで花見をするのか。いいと思うが、百年桜は百年に一度しか咲かないから無理じゃないか。花見なら百年桜じゃなくていい。そうだな、毎年みんなで集まって花見ができたらいいと思う。